今日は2020年1月2日、これは、東京都内の練馬区にあります、石神井公園に来ています。ですね、この間スウェーデンから来た、先月ですね、12月の1日だったかな、1日か2日にスウェーデンから来ました、パピヨンの女の子、1歳の子を、連れてきました。で今、撮影してます。あ、すみません。今日1月2日ですけど、今どれくらいかな、時間は午前10時ぐらいなんですが、ちょっとね、気温が低くて寒いんですけど、たくさん人が来てますね。顔を取らして、よいしょ。あ、今もういい、動かないで動かないで。ここはなんだっけ、まあ今日1月2日ですからね、昨日元旦で年が明けたばっかりなのだからかもしれませんが、何かこのボートをなんか皆さんでこう自作のボートをこうリモコンで動かしている人たちがいますね。なんか面白い、楽しそうですよね。僕もやりたいなと思いましたけど、ハーネスを今つけてますからね。なんかもうで、そのちょっとね、車酔いするんですよ、この子が。だからちょっと毛がね、なんかよだれで濡れたから、すごいちょっとなんか変な状態になってますけど、
ずっとただ後ろ姿を追いかけていくこの感覚。スウェーデンではドッグショーに出てました。この子は日本に来るまでの間に3回ぐらい出たかな。ベストパピーになりましたね。1回この辺、この辺りで ハーネスはスウェーデンからそのブリーダーさんが送ってきてくれたものですね。でこの動画もそのブリーダーさんに見せるからやっぱりその同じハーネスをつけてます。だからちょっとね毛がねパピオンのそのなんていうんですか背中のところの毛がパピオンは毛が綺麗な犬種ですからね、まあハーネスつけない方がいいかなと思ったんですけどその毛を綺麗に見せるためには。でもまあブリーダーさんがせっかく送ってきてくれたからそのハーネスをつけて今、やってます。ここはすごい広い公園ですね。石神井公園です、東京の練馬区にありますね。僕の自宅から車でもう5分ぐらいです。すぐ近くにあります。よし、それでは皆さん通りには全く動いてくれないこの感覚。